プンフィンガーグローブマッチ、チャンヒョンリー VS 山口優馬。それではただいまより本日の第9試合、オープンフィンガーグローブマッチ63キロ契約3分3ラウンドを行います。青コーナー170センチ、 62.8キログラム、日本ピエロクラブ所属、山口優馬。危険な戦いを前に笑っています、笑っています、山口優馬。赤コーナー167センチ、 62.85キログラム、韓国ラオン所属、第5代ライズスーパーフェザー級王者、ジャンヒョン。ハードパンチャー、その拳にオープンフィンガーグローブ。さあどうなるか、チャンヒョンリー。オープンフィンガーグローブマッチ63キログラムの契約、試合は3分3ラウンド。危険な戦い、チャンヒョンリーが言うようにこの試合は判定決着はおそらくないでしょう。解説には中村寛選手、ヤーマン選手、そして山田康生さんをお迎えしました。ゲストにはシダネネさんです。皆さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ来ましたよ、ヤーマンさん。はい、そうですね、まあ多分普通の煽りでも言ってたんですけど、普通のグローブだったらもうチャンヒョン選手が、はい、普通に勝つと思うんですけど、チャンヒョン選手の強みってこのローなんですよ、はい、でもオープンフィンガーだとこのローを打ってる時にパンチがこうガードの間からすり抜けていくんで、はい、そこで一発もらうとダウンするっすね、はい、ほー。ですからこのグローブが変わると、まあ、戦況は大きく変わるということですよね。そうですね、だから今みたいにこうちょっと当たっただけで、はい、ダウンしちゃうんで、確かに意外ともらうんで、チャンヒョン選手もガードの隙をね、本当にすり抜けていきます。振ってきます山口優馬です。いや、中村寛さんもこういう試合見てると血がたぎるんじゃないですか。いやー、もうそうですね全然落ち着かないですもんね。ああ、もうね、でも、はい、そんだけ一瞬で何かが起こるっていう、はい、このスリルの、まあ、リング外でも分かる感じ、これは見てる方もほんま楽しいですよ。ああ、なるほど。おお、ちょっと切るか、グラス入れか、おお、返す、おお、真後ろに倒れた山口。すごい倒れ方、あ、やばい、ダメか、ダメか、ダメか、これがオープンフィンガーグローブの威力、ダメか、終わったノックアウト。一発で決めたチャンヒョンリー。チャンヒョン、今山さん左で、左最後左フックなんですかね、なんか左フック、多分それっぽかっぽい、左フックっぽかったんですけど、そうでしたね、背中側に倒れてったんで、はい、チャンヒョンリーの左フックに見えましたが、試合タイムは1分11秒。いやー、早かった。シダネネさん、はい、もう目の前で選手が倒れました、真後ろに倒れました。なんか音がすごいなって思った瞬間、はい、もう倒れちゃったからびっくり。フックや、いや、すごい迫力でしたよね、はい、最後リプレイでご覧いただいています、左フック。うわ、でもこれ山田さん見ると、はい、チャンヒョンリーも額のところでパンチはもらってますよね、うん、そうですね、もらってるけどなんかお構いなしって感じですけど、そうでしたね、まあ、チャンヒョンはもらい方がうまいですね。おお、と言いますと、やっぱこうテンプルとかこう顎に相手にこう、はい、触らせないっていうのがうまいなと思いました。おお、やっぱこうおでこでもらってると脳って揺れないんですよ、はい、やっぱテンプルと顎に当たらないと揺れないんで、やっぱそれを分かってるっすよね。確かに。안녕하세요라이즈슈퍼패더급챔피언찬영리입니다아오늘경기모두보러와주셔서너무감사드립니다こんにちは、ライズスーパーペドックチャンピオンチャンヒョンです。今日ご来場いただきありがとうございました。앞으로도더욱더강한선수가되기위해서노력할거고요앞으로도이남은라이즈월드시리즈에참가하는선수들많은응원부탁드립니다
これからも中央選手をやるために努力しますし、これからもあの世界トーナメントに進出している選手たちを応援よろしくお願いします。ありがとうございました。初めてオープンフィンガーグローブマッチを戦ったチャンヒョンリーの言葉をお届けいたしました。いやーすごい試合でした。豪快なノックアウト、もう言葉通り、事前の言葉通りノックアウトで決めました。